杏花「おじいさんおじいさんはあわしけえ」とひと言ですぐ応じたのも辺りが静かで谷には誰もいなかったせいであろうそうでないとそのしわだらけな額に鉢巻きを緩くしたのに ほかほかと春の日がさして、とろりと酔ったような眼色でのどかにクワを使う様子が、あのまたその下の柔らかな土にしっとりと遊ばみそうな、散りこぼれたらくれないの夕日の中にひらひらと入っていきそうな、暖かい桃の花を燃え立つばかりゆすぶって、しきりにさえずっている鳥の根こそ、何か話をするように聞こうけれども、人の声を耳にして、それが自分を呼ぶのだとは、 急に心づきそうもない、うっとりとした形であったこっちもこっちで各立ちどころに返答されると思ったら声をかけるのじゃなかったかもしれぬなぜならさて改めて言うことがちと取り留めのない次第なので本来ならこの散策師がそのブラブラ歩きの手っさびに 近頃買い求めた安直なステッキをまっすぐに道に立てて鎌倉の方へ倒れたらじを呼ぼう逗子の方へ寝たら黙っておこうとそれでもことは済んだのである多分は聞こえまい聞こえなければそのまま通り過ぎる分余計な世話だけれども黙りきりもちっと気になったところ響きの大鶴がごときその はあ、わし刑にはいささか不意を打たれた死に「ああおじいさん」と低い四つ目垣へ一足寄るとゆっくりと腰をのして後ろへよいとこさと反るように伸びた親父との間は隔てる草も別になかったすじばかり耕された土が 勢い込んでムクムクと湧き立つような快活な匂いを込めてしかも石箔とあるのみでもちろん根を抜かれた小屋しになる青々と粉をふいたそら豆の芽生えに混じってレンゲ草もちらほら見えたけれども鳥打ちに手をかけてつかんことを聞くがねお前さんはなんじゃないかい このそこの角屋敷のうちの人じゃないかい親父はのそりと向き直ってしわだらけの顔にいっぱいの日当たり桃の花に影がさしたその色に対してうち向かうその方の屋根のいらかは白昼青麦をあぶる空に高いあのうちのかね、その二階のさいいえ 違います。ということはそっけないが話を振り切るつもりではなさそうで肩を一つ揺すりながら桑の絵を返して土についてこっちの顔を見たそうかいいやお邪魔をしたねこれを塩に分かれようとすると片手で鉢巻きをかなぐり取ってどういたしまして邪魔も何もござりましねはいお前様 何かか尋ねね。事さっしゃるか、ね、あそこのうちは表もんさしまっておりますけども貸し屋ではねえがこの手ぬぐいを裾と一緒に下からつまみ上げるように帯へ挟んで指を腰の二つ下げに突き込んだこれではすぐにも通れない何ねつまらんことさはい おじいさんがあそこの人ならそう言ってゆこうと思って別に貸し屋を探しているわけではないのだよ奥の方で若い女の声がしたもの空き家でないのは分かってるがそうかね女中衆も2人ばっかいるだからその女中衆についてさ私がね今あそこの横手をこの道へかかってくると溝の石垣のところを ずるずるっと張ってね一匹いたのさ長いのが「けげんな眉を臆面なく火に這わせて親父タバコ入れをふらふらへえあまり好物な方じゃないからね実は」と言って笑いながら「そのくせ怖いものを見たさに立ち止まって見ているとなんじゃないか やがて半分ばかり垣根へ入って尾を水の中へばたりと落として鎌首をあの羽板へ入れたろうじゃないか羽の中は見たところ湯殿らしいそれとも台所かもしれないが何しろうちには若い女たちの声がするからどんなことでびっくりしまいものでもないと思いますあれっきり座敷へなり何度へなりのたくり込めば一も2もありゃしない それれまでというもんだけれどどこか板の間にぐろでも巻いてるところへうっかり出っくわしたら難儀だろどのみち余計なことだけれどお前さんを見かけたからついそこだしあそこのうちの人だったらちょいと心づけて行こうと思ってさ何ねここらじゃ蛇なんかなんでもないのかもしれないけれど「はあ青大将かねえ」と言いながら大きな口を開けて 奥底もなくのどかな日の舌にしむかと笑いかけた何でも仲はねえだよあそこさ東京の人だからねこの間も一件ので大騒ぎをしたでがす行ってみて死んぜますべとうにはいどっかずらかったかもしんねえけれど台所のシュートは心安うするですからじゃあそうしてあげなさい しかし心ない邪魔をしたねなあにお前様どうせ火はなげえでがすはあお静かにござらっせえましこうして人間同士がお静かに分かれた頃には一見はそれ竜のごときものか凡慮の及ぶところでない三作師は首筋を巡らしてそれから キリキリはたり、キリキリはたりと鶏が葉打つような長の音をしたうごとく向こう側の垣根に沿って二本の桃の下を通って三軒の田舎屋の前を過ぎる間に十八区のとみそ地ばかりなのと旗を折る婦人の姿を二人見たその若い方は何度の破れ障子を半開きにして 姉さんかぶりの横顔を見た時かいな白くおさを投げたその年取った方は前庭の乾いた土にむしろを敷いて後ろ向きに旗台に腰掛けたがとんと足を上げるとゆるくキリキリとなったのであるただそれだけを見てすぎた女今川の口絵でなければ近頃はあまり見かけない懐かしい姿 ちっと立ち止まってという気もしたけれども、子供でもいればだに、どのうちもみんな野良へ出たか、人気はこのほかになかったから、人なれぬ女たち、物恥をしよう。いや、この男の面影では、物のおじ、物驚きをしようもしれぬ。この道を後へ取って返して、今、蛇にあったという、その二階屋の角を曲がると、 左の方に背の高い麦畑がなぞえに低くなって一面にさっと広がる朝緑に美しい白波がうっすいとなびく渚の辺り雲もない空にありありと眺められる西洋観さえ青い人赤い人と呼んで色を鬼のように唱うるくらいこんな風のな男はひげがなくともシャッポかぶりというと聞くもっとも一方はそんな風に よし村の者の目からは青鬼赤鬼でも蝶の飛ぶのもヨットのほかと見えるばかり海水浴に開けているが右の方は昔ながらの山のなり真っ黒に大足の翼打ち重ねたる趣して左右から縄代田に取りつむる峰の妻一重は一重ごとに迫って次第に狭く奥の肩暗く行き座ったあたり ぶつけなりのかややの窓は山が開いたまなこに似てあたかも大いなるひきがえるの明けゆく海からかいすくんで谷間に潜む風情であるされば瓦を焼くかまどの矢の棟よりも高いのがあり主の知れぬ宮もあり無縁になった墓地もありしきりに落ちる椿もあり谷は大きな土壌もある。 あの西南一帯の海の潮が浮世の波に白穂を乗せてこのしばらくの間につづら折りある山の貝を一つずつ湾にして奥まで迎えに来ぬうちはいつまでも村人は向こう向きになってちらほらと旗打っているであろうちょうど今の曲がり角の2階やたりに屋根の7やつ重なったのがこの村の中心で。 それから海の方へとびとびにまばらになり海手と二三丁の間人家が途絶えてかえって折れ曲がったこの小道の両側へまたとびとびに七八軒続いてそれが人ぶらくになっている長を投げた娘の目も山の方へ瞳が通い足踏みをした女房の胸にも海の波は映らぬらしい通りすがりに考えつつ 立ち離れた表をあして菜種の花まばゆい日陰が輝くばかりゆんでの崖の緑なのも向こうの山の青いのも堅いにこの真っ黄色のわずかに限りあるを語るにすぎず足元のせせらぎや一段さっとすだれを落として流るるさえなかなかに花の色を薄くはせぬ。 ああ目覚ましいと思う目にちらりと見たのみクレハトリアヤハトリはあたかも一枚の白紙に朦朧と描いた二つのその姿を残して余白を真っ黄色に塗ったよう二人の着物にも手ぬぐいにもたすきにも前だれにも折っていたその旗の色にもいささかもこの色のなかっただけひとしを鮮やかに明瞭に脳中に描き出された。 もちろん描いた人物をはっきりと浮き立たせようとしてこの彩色で字を塗りつぶすのは絵の手段にとって是か非か功か説かそれは菜の花の預かり知るところでないうっとりするまで目の当たり真っ黄色な中に旗折の姿の美しく宿った時 若い女のつと投げた長の先からひらりと燃えて今一人の足元をひらめいて輪になって一つ跳ねた朱に金色を帯びた一畳の線があって角葉として眼を射て流れの淵なる草に飛んだが火のけゆるがごとくやがて薄せた山かがしがための中を輝いて通ったのであるぞっとして向き直ると 月当たりが木の枝から小の葉へ絡んだような石段で上にかやぶきの銅の屋根が間近な一打の雲かと見える胸に咲いた一発の花の紫も手に取るばかり峰の緑の黒髪に差しかざされた装いのそれが久野屋の観音堂我が散策師はそこを志してきたのである その時これから参ろうとする行く手の石段の真下のところへほとんど道の幅いっぱいに両側から追っかぶさった雑器の中からまむきにぬっと大きな馬の顔がムクムクと湧いて出たただ見るそれさえ不意な上胴体はただ一つでないたてがみにたてがみがつながって胴に銅が重なっておよそ56軒が間獣の背である とっさの間散策師はステッキをついて立ちすくんだ曲がり角の青大将とこの傍らなる菜の花の中の山かがしと向こうの馬の面へと線を引くと細長い三角形のただ中へ封じ込められた形になる機械なる治療でないかしかし脈悪獣異尿理下症家父も 牛復活え毒かね念も去ったかしこに増しますぞやしばらくしてのんきな真籠がここに人のあるを見て初めてのっそり馬の花だに現れた真正面から前後三頭一列に並んでタラタラりをゆたゆたと来るのであったお待ちどうさまでございますはあお邪魔さまな ごめんなせまし」と三人一人一人声をかけて通るうち流れの淵につま立つまで細くなって交わしたがなお大いなる川の風呂敷に目を包まれたる心地であった道はひときわ細くなったがかえって柔らかに草を踏んできりきりはたりきりきりはたりとのどかな旗の音に送られてやがてしさいなく 青空の子の守る石段のもとにつくこの石段は近頃すっかり修復ができたしたがってつま先登りの道も草が分かれて一筋あからさまになったからもう蛇も出まいその時分は大破してちょうど繕いにかかろうという折りから馬はこの段の下に一軒寺というほどでもない住職の控え屋がある その瀬戸へ石を積んできたもので段を登るとはしごが揺れはしまいかと危ぶむばかり角が欠け石が抜け土が崩れ足元も定まらずよろけながらよじ登ったみるみる目の下の田畑が小さくなり遠くなるに従うて波の色が青をひたひたと足元に近づくのは海を抱いたかかる山の いずこも同じ習いである木立に薄暗い石段の石よりもうず高い青苔の中にあの蛍袋という薄紫の差しうつむいた桔梗花の花の早咲きを見るにつけてもなんとなく湿っぽい気がしてしかも湯抱きの跡を踏むように熱く汗ばんだのがさっとひと風ひやひやとなった境内はさまで広くない 最も御堂の後ろから左右の回廊へ山の幕を引き回して臓器の枝も墨染めにそことも湧かず松風の声渚は波の雪を敷いて砂に結び岩尾に消えるその都度音も聞こえそうただ残り惜しいまでぴたりとやんだはきりはたり旗の音ここよりして見てあれば 織姫の二人の姿は菜種の花の中ならず青海原に描かれて波に浮かぶらん風情ぞかしいやお参りをしましょう五段の膝端縁の下を馬が駆け抜けそうに高いけれども欄干は影もとどめない昔はさこそと思われたに塗りの柱花狭間 うつばりの波の根性も金色の竜も色を寂しく昼の月かやをもりて体に蝶の影さすありさま古き土佐絵の画面に似てしかも名工の失意にかないまばゆからぬが奥ゆかしゅうそぞろに尊く懐かしい孔子の中は暗かった帳を垂れた水しの脇に 作り花の白蓮の気高く面影立つに神戸を垂れて引き退くこと二三尺心静かにあたりを見た「剛天城なる孝行白白牡丹の花」「五分の面影消え残り暮れないもちりとまってあたかも刻んだもののごとく彷彿として夢に花園を仰ぐ思いがある」 それら、花にもうてなにも丸柱は言うまでもない狐格子体桁器見回すもの、ここかしこ純拝の札の貼り付けてないのはほとんどない堀金というのがある魚政というのがある屋根安、大鉄左官金東京の浅草に深川に周防国美濃近江加賀能登越前 の津々浦々の渡り鳥稲大瀬鳥観光鳥姿は知らず名を止めた一切の全男子全女人きちんのよさむの枕にも雨の夜の苫舟からも夢はこのところに宿るであろう巡礼たちが魂は時々ここに来て遊ぼうお菓子一軒一枚の紋札目や。 一座の霊地は彼らのためには平等利益楽しく美しい花園である一度もうたらんほどのものは五十里百里三百里つくしの海の果てからでも思いさえ浮かんだらつかの間にここに来て虚空に花降る景色を見よう月に白への姿も拝もう熱あるものは揚流の露の滴りを吸うであろう 恋すものはしなやかな御手にすがりもしよう御胸にも抱かれようはた迷える人は緑のイラカ明けの玉垣金銀の柱シュランカン、目のうの木ざはし花からど玉楼金殿を空想して鳳凰の舞う辰の見合いに牡丹に遊ぶ麒麟を見ながら獅子王の座に朝日陰さす桜の花を襖として明月のごとき真珠を枕に もったいなや御添い節を夢見るかもしれぬよしそれとても大事大悲完全御は咎めたまわぬさればこれなる堀金魚政をはじめここに霊魂の通う証拠にはいずれも純拝の札を見ただけでどれもこれも女名前のもほぼその要望と風采と従ってその挙動までが 朦朧ととして影のごとく目に浮「かぶではないか。かのう新聞で披露する書種の義援金や縦札の表に掲示する寄付金の署名が写実である時にこれは理想であると言ってもよかろう」「微笑みながら一枚ずつ」「扉の方へ後ろ向けに大きなさい銭箱のこなた 夜弦のような割れ目の入った丸柱を眺めた時一枚返しの切れ端にスラスラとした女文字「歌たたねに恋しき人を見てしより夢ものは頼み染めてき玉脇美男」と優しく美しく書いたのがあったこれはご三拝で。 ももしもし、「はっと心づくと麻の衣の袖を重ねて出家が一人裾身近に藁草履を履きしめて間近に来ていた振り向いたのをにこやかにえみ迎えてちっとこちらへさい銭箱の脇を通って格子戸に及び越し「なむ」とあとは口の内で念じながら 左右へカタカタと静かに開けた出家はまっすぐに水しの前カサカサと毛さをずらしてたもとからマッチを出すと伸び上がっておろうを転じ額に棚底を合わせたが引き返してもう一枚佇んだ人の前の戸を開けた虫歯んだが一段高くかつ幅の広い分厚な敷居のうちに 縦に余剰ばかり敷かりれる。壁の隙間を木陰はさすがへりなしの畳は青々と新しかった出家は上に何にもない小机の前に座って火入ればかりタバコなしに灰のくすぼったのを押し出して自分も一膝こなたへ進めじっとお休みくださいまたカサカサとたもとを探って いや、マッチはここにもござったハハハともう一つ机の下からそれではお邪魔をちょっと拝借とコナタは敷居越しに腰をかけてここからも空に連なる海の色よりより細やかな霞を吸ったほんとに結構なお堂ですないい景色じゃありませんか いやもう大破でござってお守りをいたす仏様にこう申し上げてはすまんでありますがなあははは私力にもおいそれとは参りませんので行き届かんがちでございますよ随分ご参詣はありますかまず差し当たり言うことはこれであった出家はうなずくようにして 机の前に座を斜めにきちんと座り「さようでございます」「ご繁盛と申したいでありますが当節はあまりござりません」「以前は荘厳美麗結構なものでありましたそうで」「あなた今お通りになりましてございましょうここからも見えますこの山の裾へかけましてずっとあの菜種畑の辺り」 七がらん立て連なっておりましたそうで書物にも見えますが三浦郡の久野屋ではこの岩戸寺が土地の草分けと申しまする坂東第二番の純拝所名高い霊場でございますがただいまではとんとその旧跡とでも申すようになりました妙なものでかえって煙獄の衆の参詣が大ございます 近くは上下遠いところは九州西国辺りから聞き伝えて巡礼なさるのがありますところこの方たちが当地へござってこの近辺で聞かれまするとつい知らぬ者が多くて大きに迷うなぞというお話を聞くでございますよ。そうしたもんです。はははいかにも。と言ってちょっと言葉が途切れる。 出家の言葉はいささか寄付金の歓迎のように聞こえたので少し気になったが、タバコの灰を落とそうとして目に留まった火入れのいぶりくすぶった色合い、マッチの燃えさしの突っ込み加減、津賀茂編に弥勒の出世を待っている信州大学の寄宿舎に似て、あまり書体がありそうもないところは、大いに胸筋を開いて叱るべく勝手に見て取った。 そこでまたすがすがしくひとすいして山の葉の煙を吐くこと遠見の撤回のごとく夏はさぞ涼しいでしょうとんと暑さ知らずでござるお堂は申すまでもありません下の狩岩術などもしごくその涼しいのでほんの草吹きでありますがちとお帰りがけにお立ち寄りご休息なさいまし 木の葉をくすべて渋茶でもけんじましょう荒れたものでありますがいや茶釜から尻尾でも出ましょうならまた一興でござる。はははは。お羨ましいご境外ですな。と客は言ったどうしてあなたさように悟りの開けました知識ではございません一軒家のお一人住まい心寂しいうござってな。 ただいまもご参拝のお姿をあれからお見受け申して後を慕ってきましたほどで時にどちらにご投入。私私は時期そのステーション最寄りのところにしばらく先々月あたりからいずれご旅館でいいえ一間借りまして自炊です、まあ、さようで いやぶしつけでありまするがおぼしめしがござったらかりあんじつご用におたて申しまする。はなはだ唐突でありまするが昨年夏もお一人なやはりかようなことからあなた方のようなご人のお宿をいたしたことがありまする。ご夫婦でもよろしいお二人ぐらいは楽でありますから。はいありがとう」とにっこりして。 ちょっと通りがかりではこういうところがこちらにあろうとは思われませんね。本当にいいお堂ですね。おりおりご裕庫においでください。もったいないお参りに来ましょう。何心なく言った顔をいぶかしそうに打ち眺めた。出家は膝に手を置いて。 これはあなた方の口からそういうことを承ろうとは思わんでありました。なぜですかととうては見たがあらかじめその意味を介するにかとうはないのであった。出家も平たくはあるがふっくりした方に笑みを含んで「なぜ」と申すでもありませんがなまずとうせつのお若い方が。 というのでござる。ははは、近い話がなもっともそう思うずほど私がまだ年配ではありませんけれどもわかりましたとも青年のしかも所生がとおっしゃるのでしょういいえそういうご遠慮なさるからそれだからいけませんそれだからとどうしたものかじりじりと膝を向け直してだんだん お収支がさびれますこちらは何お収支だか知りませんが相手は追い朽ちた者だけで年の少ない今の学校生活でもした者にはとても再度は難しい今さら観音でもあるまいというようなお考えだからいかんのです近頃はジジばばの方が横着で嫁をいじめる口小言をお念仏で苦闘を切ったり 肌脱ぎでうなぎの串を横具合で題目を唱えたり昔からもそういうのもなかったんじゃないがまだまだうさんながら地獄極楽がいくらか念頭にあるうちは始末が良かったのです今じゃ生悟りにみんなが悟りを開いた顔で悪くすると地獄の絵を見てこりゃ出来がいいなどと言いかねませんあなた方が 到底相手にはなるまいと思っておいでなさる若い人たちが、帰って祖師に憧れてます。どうかして安心留明が得たいと悶えてますよ。中にはそれがために気が違うものもあり、自殺するものさえあるじゃありませんか。何でも構わない。途中で、母、これが20世紀の人間だなと思うのをご覧なすったら、男でも女でもですね、出し抜けに、 南無阿弥陀仏と声をかけてお試しなさいすぐに気絶するものがあるかもしれず立ちどころに頭をそってお弟子になりたいと言おう方も知れずはたと手を打って悟るのもありましょうあるいはそれがもとで死にたくなるものもあるかもしれません実際冗談ではないそのくらいなんですもの仏教はこれから宝刀の輝く時ですそれなのになぜかあんた方が陰順して引っ込み思案でいらっしゃる しきりに耳を傾けたが「さよういかにもはあさよう」「いや私どもとても固く申せば思想界は大維新の際で中には神を見た目の当たり仏に接したあるいは自ら救世主であるなどという当時の熊本の神風連のごとき一気の起こりましたようなこともちらほら聞き伝えてはおりますが」 いずれにいたせ高尚なご議論ご研究の方でござって、こちとらずれ出家がおもりをする偶像なぞはそのと言いかけて、そっと水しの方を見た。作が良ければ美術品彫刻ものとしてご覧なさろうという世間、あるいは今後仏教は盛んになろうもしれませんが、ともかく偶像の方となりますると、そのいかがなものでござろうかと。 同じ信仰にいたしてからがご本尊に対し礼拝と申す方はこの先どうあろうかと存じまする。はははそこでございますから自然あなた方には仏教すなわち偶像教でないようにおぼし召しが願いたい。お姿の方は高尚な美術品をご覧になるようにと存じてついご遊歩などと申すような次第でございますよ。いやいや。いいや 偶像でなくってどうしますお姿を拝まないで何を私たちが信ずるんですあなた偶像とおっしゃるからいかん。名がありましょう、一体ごとに。釈迦、文殊、普賢、生死、観音。皆名があるではありませんか。ただ人といえば他人です。何でもない。これに名が付きましょう。名が付きますと。 父となります。母となり、兄となり、姉となります。そこでその人たちをただ人にして扱いますか偶像も同一です。ただ偶像なら何でもない。このお堂のは完全音です。信仰をするんでしょうじゃあ偶像は木、金、ないし土、それを金銀珠玉で飾り、色彩を装ったものに過ぎないというんですか人間だって、 地肉五臓六腑、そんなものでつかね上げてこれに着物を着せるんです第一あなた美人だってたかがそれまでのもんだしかし人には霊魂がある偶像にはそれがないと言うかもしれんその,あなたそのあなたそのあなた霊魂がなんだかわからないから迷いもする悟りもする危ぶみもする安心もする拝みもする 人ももすするんですもの的がなくって弓の修行ができますか軽業手品だって学ばねばならんのです偶像はいらないという人にそんなら恋人はただ慕う愛する焦がるるだけで一緒に並んでもいいのか姿を見んでもいいのか姿を見たばかりで口を聞かずとも口を聞いたばかりで手にすがらずとも 手にすがっただけで寝ないでもいいのかと聞いてごらんなさいせめて夢にでもその人に会いたいのが実情ですそら幻にでも神仏を見たいでしょう釈迦文殊不賢、聖子観音お姿はありがたいわけではありませんか出家は生き生きとした顔になって目の色が輝いた 心のこもった口のあたりひげの穴も数えつべおうされました面白い」。ぴたりと膝に手をついて片手を額にくわえたが歌たたねに恋しき人を見てしより夢ちょう者は頼みそめてきと一人うつむいた口のうちにじゅしたのは柱に記した歌である。 なたも思わずかしこを見た柱なるささがにの糸鮮やかなりけり水きの跡そう承れば恥じ入る次第で恥を申さねば分からんでありますがうた,たねのこの和歌でござるその歌がとこなたも膝の進むを覚えず ええ、ご覧なさいそこらじゅうそれ純拝札を貼り散らしたと申すわけで中にはな売約や何かの広告に使いまするそうながそれもありきたりでかまわんでありますまた誰がいつの間に貼ってまいるかも分かりませんのでところがそれそこの柱のそのはああの歌ですかご覧になったでさっき あなたがお声をおかけなすたときにお目に止まったのでありましょうそれは歌の主が分かっております夫人ですねさようで最も古家でありますそうでおのの小町ちの多分そうのようです読まれたはご自分でありませんが いやとんとその読み主のような美人でありましてなこの玉脇とかいう夫人がと口では済ましてそう言ったが胸はそぞろにときめいたなるほど今あなたがお話になりましたそのお姿のことについて恋人うんぬんのお言葉を考えてみまするとこれはみだらな心ではのうて 行き方こそ違いまするがかすかに照らせ山の葉の月と申したように観世音に憧れる心を古化になぞらえたものであったかも分かりませぬ夢ものは頼み染めてき夢になりともお姿をというまことにああいう世にまれな美人ほど早く決演いたして物価を得た試しもたくさんございますから。 それを大ずかみに恋歌を書き散らしてまいったけしからぬこととさあそれも人によりけりお経にもにゃくにょにん「脈う女人節翼愚んとありまするから一概に咎め立てはいたさんけれどもあれがために一人殺したでござります聞くものは一経をきした菜の花に見た蛇のそれより まさかとお思いなさるでありましょう。お話がだいぶ出し抜けでござったで。出家は頬に手を当ててうつむいてやや考え、しかし恋歌でないといたしてみますると、その死んだ人の方がこれは迷いであったかもしれんでございます。とんだ話じゃありませんか。それはまたどうしたことですか。と。 こなたはいいつかもうお堂の畳ににじり上がっていたよしありげな物語を聞くのに懐が窮屈だったから海中に押し込んであった鳥打ち棒を引き出して傍らに差し置いた松風が根に立ったが春の日なれば人よりも軽くそよそよと空を吹くのである。 出家は仏前の灯明をちょっと見て「さればでござって実はさっきお話申したふとしたご縁でお堂のこの下の仮暗日へお宿をいたしましたその御仁なのでありますがそのあなたうたたねの歌をそこへ書きました夫人のためにまあ言ってみますれば恋らいいや 焦がれ死にをなすすすったと申すものでございます早い話がまあ今のきどんな男ですちょうどあなたのような方であ茶釜でなくこの文福和尚渋茶にあらぬ振る舞いの三十部を思わず知り合いに同弱としてただ苦笑するあるのみ ここれは飛んだととろへ引き合いいに出しましまたと言って打ち笑い「おっしゃることと申しやはりこういうことからお近づきになったと思うしうっかりこれは」「いや結構ですとも恋で死ぬ本望です」「この太平の世に生まれて戦場で打ち死にをする機会がなけりゃ同じ畳の上で死ぬ者を焦がれ死にがしゃれています」 家族の金満家へ生まれ出て恋煩いで死ぬこのくらいありがたいことはありますまい恋はかなう方がよさそうなもんですがそうすると愛別陸ですただ死ぬほど惚れるというのが金を貯めるより堅いんでしょうまあ、ことにご冗談ものでおいでなさるハハハハ真面目ですよ真面目だけ なお冗談のように聞こえるんです。あやかりたい人ですね。よくそんなのを見つけましたね。よくそんな、焦がれ死にをするほどの女が見つかりましたね。それは、見ることは誰にでもできます。美しいと申して、竜宮や天上界へ参らねば見られないのではござらんで。じゃあ、現在いるんですね。おりますとも。 土地の人ですこの土地のののでですすかかいしかもこの家でございます家のあなた何でございましょう今日ここへおいでなさるにはそのうちの前をお通りになりましたろうでその美人の住まいの前をですかという時旗を折った若い方の女が目に浮かんだ。 かくようとして菜の花にじゃああのやっぱり農家の娘でいやいや大財産家の細君でございます違いましたと我を忘れてつぶやいたがそうですか大金持ちの細君ですかじゃあもう主ある花なんですねさようでございます それがために、あなた。なるほど他人のものですねそうして誰が見てもきれいですか美人なんですかいはい夏向きは随分何千人という東京からの客人で目の覚めるような美麗な方もありまするがなかなかこれほどのはないでございますじゃあ私が見ても恋煩いをしそうですねけんのん。 出家は真面目になぜでございますか帰りには気をつけねばなりませんどこですかその財産家のうちは菜種に混じる茅屋のあなたに白波と松吹く風を右左そこに旗のような薄霞にしっとりと暮れないのそむ様に桃の花を彩ったその屋の胸より高いのは一つもない 角のあの二階屋が、えあれがこの歌の書き手の住まいでござってな聞くものはぞっとした出家は何の気もつかずにもっともあそこへは去年の秋く君だけが引っ越してまいたのでちょうど私がお宿をいたしたその御人がお名は申しますまい。 それがようございます。ただ客人でお話をいたしましょう。その方が暗日に登竜中、やぶんな海へ入って亡くなりました。溺れたんですかとまあ見えるでございます。亡骸が,が岩に打ち上げられてござったので、けがか、それとも覚悟の上か、そこはまずお聞き取りの上のご推察でありますが。 私は前スすとおりこの歌のためじゃようにな何しろそれはとんだことですその客人が亡くなりましてふた月ばかり過ぎてからあそこへと二階屋のはるかなのを雲の上から覆うよう出家は衣の袖をあげて崔君が引っ越してきましたので恋じゃ迷いじゃという人騒ぎござった自分は この浜方の本宅に一家族、ただいまでもそこが本家、まだ横浜にも立派な棚があるのでありまして、主人は大方その方へ参っておりましょうが、この久野屋の方は女中ばかり誠に歓声に住んでおります。すると別荘なんですね。いやいや、どうも話がいろいろになります。ところが久野屋のあの二階屋が本宅じゃそうで、 ただいままののの主人もあの屋根の下で生まれげに申します「その頃はかすかな暮らしで屋根と申したところがああではありますまい月もしぐれもバラバラ吹きそれでも先代の親父というのがもうただいまではなくなりましたがそれがあなた小作人ながら大の始末屋で積年の望みで地面を少しばかり借りましたのが私暗日の瀬戸の地続きで」。 以前立派な寺がありましたその住職の隠居所の跡だったそうにございますよ豆を植えようとまことにこう天気のいいのどかなかげろうがひらひらあぜに立つ自分親父ののくわを担いでこの坂下へやってきて自分の借地をまず鳴らしかけたのでございますとっさま昼上がりにせっせと 子供が呼びに来た自分と申すでお昼頃でありましょうな朝徳から弟子なには寒かったで布子の斑点を着ていたのがその陽気なり働き通しじゃ親父殿は向こう鉢巻き大肌脱ぎでせっせとやっていたところ大抵借用分の地券面だけは仕事が済んでこれから地と小町に山を削ろうという猟見。 ずずかずか山の裾を掘りかけていたそうでありますが子供が呼びに来たについて一服やるべいかでもう一はストンと入れると急に土がやわらかくズブズブとえぐるみにむずくり込んだでずいっと引き抜いた桑についてじとじととにじんで出たのが真っ赤なネバネバとした水じゃ死骸ですかと切り込んだ。 大違い大違い」と出家は大きくかぶりを振って「注文通り金でござる」「なるほど掘り当てましたね」「掘り当てました」「海の中でも紅色の鱗は目覚ましい土を掘って出る水もそういう場合には紫より黄色より青い色よりその紅色が一番見る目を驚かせます」 何で,であろうと親父殿が固くなってもう二三度掘り広げるとがっくりうつろになったので山の腹へくっついてこう覗いてみたそうにござる大蛇がアギと開いたような真っ赤な土のうつろの中にズホラとした黒い塊が見えたのを桑の先で掻き出してみると亀で。 ふたがぶっかけていたそうでございますがそこからもどろどろとそのい色に底澄んで光のあるネバ土のようなものがいっぱい。別に何にもありませんのでおやじ殿は惜しげもなくぶっかえしてもう一つあったそれも亀で奥の方へ縦に二つ並んでいたと申します。さあこの方が本物でござった。 開けかけた蓋を慌てて押さえてキョロキョロとそこら見回したそうでございますよ。そばにいてのぞき込んでいた自分の子どもをさえにらむようにしてじろりと見ながらどうゆうゆうと肌謎を入れておられましょう。素肌へあなた赤ん坊をおぶうようにそれ脱いでおいたボロはんてんでしっかりくるんでしょいあげてがくつく腰を桑を杖にどっこいなじゃ。 黙っていろよ何にも言うなきっと誰にもしゃべるでねえぞと言い続けて家へ帰って何度を締め切って暗くしてお仏壇の前へむしろを敷いてそこへザクザクと盛り上げたもっとも年がたって薄黒くなっていたそうでありますがその晩から小屋はなんとなく闇夜にも明るかったと近所の者が話でござって。 極小な種でごうなでざったろうぶちまけた亀いっぱいのが時ならぬまんじゅさげが咲いたように山際に燃えていてさみだれになって消えましたとな <laughs> ちっと日数がたってからおやじ殿は村方の用達方々東京へ参ったついでに芝口の両替屋へ寄って。 汚たばこ入れからたばこの粉だらけなのを一枚だけそっと出していくらにかわっしゃると当たってみるといやつまんだ爪の方が黄色いくらいでござったに小のものとて争われぬ七両ならば引き換えにというのをもっと気張ってくれさすせいでとうとう七両一部に変えたのが始まりそちこち気長に金にしてやがて船一艘古物を買い込んで 海から巻き炭の荷を回しおいおい材木へ手を出しかけ船の数も七層までに仕上げた時すっぱりと売り物に出してさて地面を買う店を広げる不審にかかる土台が決めると山の貸し元になって座っていて商売ができるようになりました氷は貸しますどかとした山の林が あの裸になっては店先へすくすくと並んでいつの間にか金を残してはどこへ構える。そのはずでござるて。利のつく金を借りて山を買う。木を切りかけ元手に使える。ここで材木を抵当にしてまた借りる。すぐに利がつく。また切りかかる。元手に使える。また借りる。利でござろう。借りた方はせっせと木を切り出して。 かの店材木を並べるばかり。追っかけられて見切って売るのを安く買い込んでまたもうける行ったり来たり家の前を通る者が金を置いてはうせるのであります祭祀剣族いっときにどしどしと増えて人はただ天狗が山を飲むようなと舌を巻いたでありまするが影じゃその 杖で動物類の一件をなははは、<laughs> こちとらそのもう一つの亀の主の方だって手をおっつけりゃあちになるだなぞとひそひそ話をやるのでござってそういう人たちはまたいいあんばいに掘り当てないもんですよと顔を見合わせて二人が笑ったよくしたものでございますいくら隠していることでも どこをどうして知れますかないやそれについて出家は思い出したようにこういう話がございますその誰にも言うなと固く口止めをされた清之助という子供がとっさまは野良へ行って穴のない天保線をどしことしょって帰らしたよいかがでござるハハハハなるほど穴のない天保線その 穴のない天保線が当主でございます。多額納税議員玉脇清之助、霊婦人御御御用殿、その歌を書いた美人であります。いかがでございます、あなた。まずお茶を一つ、お約束通り渋茶でござって、ろくにお茶代もありません代わりには、 がらんとして自然に片付いております。おくつろぎください。秋になりますると、これで町へとうございます代わりには、栗きにことを書きませぬ。カラスを追って柿を取り、高値を張りますモズず驚かして、栗を落としてないと差し上げましょうに。まあ、何よりもお楽に。と、毛さを外して釘にかけた、障子にひももの陰帽子。 今物語の主にも似てやれ目を暖かく燃ゆるさま衣をなぶる風情である安日から打ちあおぐ石のはしごは小杖にかかって緑は屋根のみ浮いたよう緑の雲にふっくりと沈んで山の裾の縁に迫って燃え着なれば雨下がる茅の外に垂れ待つとしもなき二人。 けぶらぬ火鉢のふちかけてひらひらと蝶が来るお堂の中ではなんとなく気も改まりますここでお茶をお入れくだすった上のお話じゃ結構すぎますほどですがあの歌に分かれてきたのでなんだか名残惜しい心持ちもしますけれども石段だけもあだ名ご本尊へは道がこうなってございますから。 はははは実のところ仏の前では何か私が自分に懺悔でもしまするようで心苦しいここでありますと大きにくつろぐでございます死の影を七尺去るともう怠けの通りで困ったものでありますわそこで客人でございます日頃のお話ぶり行いご様子などういう人でした それは申しますまい。私も、目倉の書きのぞきよりもそっと近い机のぞきで、読んでおいでなさった書物などのお話も伺って、何をなさる方じゃということも存じておりますが、教文に書いてあることさえ、愚前にしゃべると間違います。故人を誤り伝えてもなりませず、何か表をやるようにも当たりますから、ただただ、かのな、夫人との模様だけ。 お物語しましまょうで。「ある日晩方ごく所の右りでありました」「浜の散歩から帰ってござって『欧勝さんちっと海へ行ってごらんなさいませんか。きれいな人がいますよ。母どんなあなたあの松原の砂地から小松橋を渡ると急に向こうが遠眼鏡をはめたように丸い海になって」 富士の山が見えますね。これはご存知でございましょう知っていますとも毎日のように遊びに出ますもの。あの橋のとっつきに松の木で取り回して松原はずっと川を越して広い巣の林になっておりますな。そして庭を広くとって大玄関へ石を敷き詰めた素晴らしい門のある屋敷がございましょう。 あれれ、が、それ玉脇の住まいで。「実はあの方を東京の方がなさる別荘をまねて作ったでありますが主人が付き合い好きでしきりと客をしまするところいずれ海が何よりの呼び物でありますにこの久野屋の方はちっと足場が遠くなりますから全て三重飾りを向こうへ持ってまいって小松橋が本宅のようになっております」。 そこで去年の夏ごろはご心臓申すまでもないそちらにいたでございます。でその小松橋を渡ると急に遠眼鏡を覗くような丸い海のガラスへパッといっぱいに映って時色の服の姿が波の青いのと頂の白い中へ薄い虹がかかったように美しくなびいてきたのがある。と言われたはすなわちそれ玉脇の。 でございますしかしその時はまだ誰だか本人もご存知なし聞く方でも分かりませんのでどういうべっぴんでありましたと冗談になうちわで仰ぎながら聞いたでございます客人は海水棒を脱いだばかりまだ部屋へも上がらずその縁側に腰をかけながらどなたか尊いくらいでした。 だいぶ気高く見えましたな。客人が言うには23軒愛を置いて同じような浴衣を着た帯をきちんと結んだ女中と見えるのがついて通りましたよただすれ違いざまに見たんですが目鼻立ちのはっきりした色の白いことと唇の赤さったらありませんでした清掃という姿なのに海水母をうつむけにかぶって 近所の人手でもあるようにに無造作に見えましたっけ。向こうそうやって舌を見て帽子の日差しで火をよけるようにしてきたのがまっすぐに前へ出たのと顔を見合わせて両方へ避けるとき、濃いまつげから瞳を涼しく見開いたのが雪舟の筆を紫式部の硯に染めて濃淡のぼかしをしたようだったなんとも言えない美しさでした。 いや、こういうことをお話しします。私は賭賀絵に似ているかもしれない。さあご飯をいただいて、柄相応に月夜のトーナス畑でもまた見に出ましょうかね。その晩はあなた、ただそれだけのことで。<noise> 翌日また散歩に出て、同じ時分に暗日へ帰って見えましたから、私が冗談に。 雪舟の筆はいかがでござった今日は曇ったせいか見えませんでした。それから二三日たってまだお天気が治りませんな。ちと涼しすぎるくらいお拾いにはよろしいがやはり雲隠れでござったかいや源氏の代に小松橋というのはありませんが今日はあの橋の上でそれはおめでたい。 などと笑いいままするまるでで人違いをししたたように息でした「私がこれから橋を渡ろうという時向こうのたもとへ十二三を頭に遠ぐらいのと七八つばかりのと男の子を三人連れてその中の小さいのの肩を片手で叩きながら上から覗き込むようにしてにっこりして橋の上へかかってきます。 どんな女でも羨ましがりそうな素直なふっさりした花月巻きで薄お何度時にちらちらと肌のすいたような何の中型だか浴衣がけでそれできちんとした絵紋付き「ろ」でしょう空色と白と打ち合わせの模様はちょっとわからなかったがお太鼓に結んだ白い方が腰帯に当たってみなずきの雪を抱いたようで見る目にぞっとしてすれ違う時 その人は忘れたなりに手を垂れたその両手は力なさそうだったがかすかにブルブルと肩が揺れたようでしたそばを通った男の毛に襲われたものでしょう通りすがるとどうしたのか我を忘れたように私はあの低い欄干へ腰をかけてしまったんです抜けたのだなぞと言ってはいけません下は川ですから あれだけの流れでもおこちをもんならそれっきりです。淵や背でないだけに助け舟ともわめかれず、また叫んだところで人は冗談だと思って笑って見殺しにするでしょう。泳ぎを知らないから。と言って苦笑いをしなさったっけ。それがまことになったでございます。どうしたことか、この恋煩いに限っては。 旗の者はアハアハ笑って見殺ししにいたします。私はじめ冗談半分冷やかし方々今日のは例のはいかがでなどと申したでございます。これはあなたでもさようでありましょう。<laughs> さればなんと答えよう。飲んでたタバコの灰をはたいて「ですがなどうもこれだけは真面目に解放はできかねます。 娘が煩うのだと乳母が始末をするしきたりになっておりますがね男のは困りますなそんな時その川でハゼでも釣っていたかったですねははは、これはおかしいと出家は京ありげに旗と手を打つ <laughs> <laughs> これはおかしい釣りといえばちょうどその時 向こう詰めの岸にしゃがんでとつっていたものがあったでござる。橋詰の小店荒物を商う家の亭主で、体の痩せて引き締まったには似ないふんどしのゆるい男で、因果とのべ別釣りをしてはだけていましょう。まことに危なっかしい形でな。あだ名を一文瓦家と申すでござる。頭の真ん中のハゲ具合がさながらですって。 「暗日の客人がただいま申す欄干に腰をかけて遅れ気越しにハラハラとなびいて通る雪のような襟足を見送ると今小橋を渡ったところで中の遠くらいのがじゃれてその腰へ抱きついたのでらうおという指をそらして軽くその子どもの背中を打った時だったと申します」。 おおちちゃゃま、お坊ちゃま、と大声で呼びかけて「ハンケチが落ちました」と知らせたそうでありますが九段の河原家殿も餌は振る舞う気で粋な後ろ姿を見送っていたものと見えますよ。やあ」と言って十二三の一番上の子がかけて帰って橋の上へ落としていった白いハンケチを拾ったのを懐へ突っ込んで黙ってまた飛んでいったそうで。 子供だから地儀も挨拶もないでございます。ご心臓が礼心で顔だけ振り向いて肩へ音がいをつけるように唇を少し曲げてその涼しい目でじっとこちらを見返ったのが取り違えたものらしい私がとこの客人とぴったり出会ったでありましょう。引き込まれてはっと礼を返したがそれっきり。 ご心臓の方は見られなくなって脇を向くとあなた一門河原家が気厳な顔つきいいやもうしっとり冷や汗をかいたということこりゃなるほど決まりがよくない旗の者のが何の気もなしに考えれば愚にもつかぬことなれど色気があってご老次郎第一野良越の調子っ端でもおかしいところへ 自分主人でもないよその子供を坊や友をあの子とも言うにこそへつらいがましいお坊ちゃまは不見識の行き止まりもうさば器量を下げた話今一方からは右の河原家殿にもこっぱずかしい次第でな他人の親切で手柄をしたような変な羽目になったのでご本人そうとも口へ出して言われませなんだが それからなんとなく塞ぎ込むのがよそめにも見えたであります。四五日引きこもってござったほどで、後に何もかも打ち明けて私に言いなさった時の話では、しかしまたその間違いが縁になって、今度出会った時はなんとなく両方で挨拶でもするようになりは狭いか、そうすればどんなにか嬉しかろう、本望じゃと思われたそうな。迷いと申すは恐ろしい。 情けないものでござる世間大概のバカもこれほどなことはないでございます三度目にはご本人また出会ったんですかいと聞く者も,も待ち構える今度は反対に浜の方から帰ってくるのと浜へ出ようとするご心臓と例の出口のとこで会ったといいますだいぶもう薄暗くなっていましたそうで 土曜明けからは目に立って日が詰まりますところへ一度は一度と散歩のお帰りが遅くなってかやりでも我慢ができず私がここへかやをつって潜り込んでから帰ってみえて晩飯ももう謎と言われるさえ折々のことその時もはや黄昏のとある人がおぼろながら月が出たように見違えないその人と思うと男が5人中に主人もいたでありましょう 女はただご心臓一人、それを取り巻くごとくにして、どやどやと血と急ぎ足で波打ち際の方へ通ったが、その人数じゃあ空だのめのよそながら木霊どころの騒ぎかい。あなた、その5人の男というのが。眉の太い怒り花のがあり、額の広い顎のとがった下目でにらむようなのがあり。 仰向けざまになってほひげの中へ、煙も出さず葉巻きを突っ込んでいるのがある。くるりと尻をひんまくってセンスでたたえたものもある。どれも浴衣がけの下すはいいが、その中にアサぎのへこ帯び、結び目をぶらりと二尺ぐらい、小ぶらのあたりまでぶら下げたのと、ひじり面のしごきをぐるぐる巻きに、胸高は沙汰の限り。前のはご自分ものであろうが、 期の先生は酒の上で小間使いのぶんどりの次第らしい。これが不思議に客人の気を悪くして、入り合いの波もものすごくなりかけた折からなり、あの赤鬼青鬼なるものがか弱い人をメイドへ引き立てていくようで、思いなしか引き挟まれたご心臓は、なんとなく物寂しい、心よからぬめいった様子に見えて。 物哀れに命がけにでもそいつらの中から救ってやりたい感じが起こった。家庭の様子もほぼ知れたようで気がもめると言われたのでありますがあなたこれは無理じゃて。地獄の絵に天女が甘くだったところを書いてあってごらんなさい。ガキが救われるようで尊かろう。蛇が使わしめじゃと申すのを聞いて弁財天を。ああお気の毒な。 さぞお気味が悪かろうと思うものはあります前に迷いじゃねえ三作師はここに少しく腕組みした「しかしなんですよ女は自分の惚れた男がべっぴんの女房を持ってると役らしいですがね男は反対です」といささか論ずる口ぶり「母男はそうでない」 惚れてる女が小野の小町のお花大江の千里の月という追久通りになると安心しますただいまのそのアサギのへこびひじり面のしごきとくるとちと考えねばならなくなる八十教の信者の女房が周期リストと抱かれて寝た夢を見たというのを聞いた時の心持ちとふいふい教の魔神に慰まれた夢を見たというのを聞いた時の心持ちとはきっとそれは違いましょう どっちみち嬉しくないことは知れていますがね前のはまずまずと我慢ができる後のは堪忍がなりますまいまあそんなことは置いてなんだってまたそういう不愉快な人間ばかりがその夫人を取り巻いているんでしょうそこは玉脇がそれ桑の塚を杖についてボロはん店にひっくるめの一件で ああやって大概な家族も及ばん暮らしをして交際にかけては銭金を惜しまんでありますが情けないことにはやり方がやり方ゆえ身分名誉ある人はよっつきませんで悲しいかなその段はいかがわしい連中ばかりお待ちなさいなるほどそうするとその夫人というのはどんな身分の人なんですか出家は改めてうちうなずき かつしわぶきしてそこでございますご心臓はな年はさて誰が目にも大略は分かりますまず23子それとも56かというところでそれで3人のおっかさん123のが頭ですかいいえどれも実子ではないでございますママっ子ですか3人とも戦災が生みました この戦災についてもまず一鎖のお話はあるでございますが、それは四時ゆえに申さずともよろしかろう。二三年前に今のを迎えたのでありますが、ここでありますよ。どこの生まれだか育ちなのか、誰の娘だか妹だか、皆目分からんでございます。貸して肩に取ったか、出して買うようにしたか。落ちぶれた家族のお姫様じゃというのもあれば、 分散した大床の娘子だと思うすのもあります。そうかと思うと、箔のついたクロートに違いないと思うすもあるし、えらいのは高等印売の上がりだろうなどと、甚だしい沙汰をするのがござって、とんと底知れずの池に住む主というもののように、素性が分からず、追い知ったものもない様子。何にいたせ、 私などが通りすがりに見かけましても何とも当たりがつかぬでございます。もちろんまた坊主に鑑定のできようはずはなけれどもな。その眉のかかり目つき愛嬌があると申すではない。口元なども凛として世辞を一つ言うようには思われぬが、ただなんとなく逆げに恋も無情も知り抜いたふうに見える。 体つきにも顔つきにも情けが滴るといった様じゃ。恋たうものならば馬方でも船頭でも我ら坊主でも無下に振り切って邪険にはしそうもないたとえ恋は叶えぬまでもしかるべき変化はありそうな。帯の結び目たもとの端どこへちょっと触っても情けのつゆは男の骨をとろかさずということなし。 と申す風情されば気高いと申しても天人神女の面影ではのうて姫路のお天主に火の墓まで灯台のもとに何やら書を紐解くそれつゆがしたるようにあでなと言うて水道の水で洗い髪ではござらぬ人脊耐えた山中の温泉にただ一人雪の肌絵を泳がせて竹に余る黒髪を絞るとかのそれに似まして。 慕わせるより懐かしがらせるより一目見た男を見する力広大少なからず地獄極楽しゃばも身につきまとうていそうな女下ごて罪も報いも朝からぬげに見えるでございますところへ迷うた人のことなれば浅ぎの帯に火のしごきが ごずめずで大間が時の波打ち際へ引き立ててでも行くように思われたのでありましょう。私どもの客人がそういう心持ちでご覧なさればこそ、その後は玉脇の屋敷の前を通りがかり、浜へ行く町から横に折れて、瀬戸口を流れる小川の方へ引き回した足垣の陰から、松林の幹と幹との中へ、襟から肩のあたり、くっきりとした耳元が際立って、 帯も裾も見えないのが浮き出したように真ん中へ現れて後先にこれも肩から上ばかりその時は男が三人人並びに松の葉とすれすれにしばらく気を軽かやがなびくように見えてだんだん低くなって隠れたのを何か自分とのことのために離れ座敷か座敷牢へでも送られていくように思われた。 後先を引っ挟んだ3人の男の首の凶悪なのが確かにその意味を語っていたわ。もうこれきり未来まで会えなかろうかとも思われると無理なことを言うのでありますさあこれもじゃ玉巻の家の客人たち主人交じりにご心臓が庭の築山を遊んだと思えばそれまででありましょうに。 ととうとう、表通りだけでは気が済まなくなったと見えて前申したその瀬戸口絡めてのな川を一つ隔てた小松原の奥深く入り込んでうろつくようになったそうで玉脇の持ち地じゃありますがこの松原はのびらきにいたしてござる中には塩入りのちょっと大きな池もあります一面に青草で これに松の緑が重なってただいまごろはすみれ夏は常夏秋は萩まことにすいなところちといらしてごろうじろ薄暗いところですかやぶのようではありません真っ青なところであります本でもごらんなさりながらお歩きにはしごくよろしいので蛇がいましょうと出し抜けに尋ねた。 お嫌いか何ともどうもい,いえ何の因果かあのくらい世の中に嫌われる者も,も少のうござるしかし気をつけてみるとあれでもしおらしいもので道端などを我々が押してのしてるところを人がまいてじっと眺めてごらんなさい見返しますがな決まりが悪そうに鎌首を垂れて向こう向きにはにかみますよ憎くないもので ははは、<laughs> やはり心がありますよ心があられてはなお困るじゃありませんかい,いえ塩気を嫌うと見えましてその池の周りにはちっともおりません屋敷にはこの頃じゃそのミスるようなご心臓も留守なり穴はすかすかと真っ黒に足元に蜂の巣になっておりましてもカニの住まい落ちるような気遣いもありません 客人はその穴さえされ神戸の目とも見えたでありましょう。池を回って川に臨んだ玉脇の矢作りを、何かご心臓のためには牢獄ででもあるような考えでござるから。さて、潮の差し引きばかりで流れるのではありません。どんよりネズミ色によどんだ岸に雨きもせず、沈みもやらず、 末始終は砕けて濃い船にもなりそうに、いつごろのか五六本丸太が浸っているのを見ると、ああ、切り組めば船になる、つなぎ合わせばいかだになる、しかるに綱も竿もない、恋の縁はこれで渡らねばならないものか。生き身では渡られない、魂だけなら乗れようものを、あの木立に囲まれた木戸の中にはその人が、と足をつまだったりなんぞして。 蝶の目からもあまりふわふわして見えたでござろう小松の中をふらつく自分もなんだかその肩から上ばかりに裾も足もなくなった心地日中の妙なコウモリじゃて海中から本を出して老公高くかかり車を照らして胸しかぼう夜つく甲子宮増高甲を吹いて ととうとう暖かに七世城にかかって老板を聞く寒さ伏しに行って田園暗く祭壇連絡草根をつくえー、何でもここは家来が高嵐のもとに月になく技能文帝に調せられた賢婦人が後に衰えて幽閉されたというので「あけんを閉ざす」とあってそれから「 夢に家紋ににって書写にる天が落ちるところ長州の道願わくば君光明太陽のごとくなれ将を放てそうすれば魚に騎士波を開いてさらんというのをビギして思わず襟にハラハラと涙が落ちる目を見張ってその水中の木材をいで浮かべひれ降って木戸に向かいを にらむばかりに見つめたのでござるそうな。ちとたたごとでありませんな。詩は当視泉にでもありましょうか。どうですかえ何、ー、ですって夢に家紋に行って車所に登る。魂が砂漠をさまよって歩くようね。天が落ちるところ長州の道。哀れじゃありませんか。 それを聞くと、私までなんだかそその夫人が幽閉されれていいるように思います。それからどうしましたかどうと申してだんだん音がえがこけて日に増し目がくぼんで顔の色がいよいよ悪いある時大奮発じゃと言うて停車場前の床屋へ顔をそりに行かれましたその時だったと申すことで。 顔を洗うし久しぶりで血と心持ちも爽やかになってふらりと出ると田舎には荒物屋が多いでございます。紙タバコかやりこ、勝手道具、なんでも屋といった店で床店の筋向こうがやはりその荒物店でありますところ表へは水を打って軒の提灯にはまだ火をともさぬ溝石から往来へ縁台をまたがせて 差し向かいいに将棋をやっています。端の負が付け木、お定まりのやつで用なしの体ゆえ客人がそこへ寄って道端に立って両方ともやたらに飛車角の取り替え子コロリコロリと差し違えるごとにホイホイという勇ましい掛け声でおまけに一人の親父謎は カカシュが行随の間引き渡されたものと見えて子供を一人あぐらの上へ抱いてが首をうつむけにくわえ着せるでくわえたまんま「待てよどっこい」と言うたびに着せるがぶつかりそうになるので抱かれた子は親父より余計に額にしわを寄せてが首を狙って取ろうとする火はついていないからやけどはさせぬが夢中で取られまいと振り動かす子供は手を出す飛車を逃げる よだれをたらたらと垂らしながら閉めたとばかり、やにわに相手の大将をひっつかむと、大きな口をへの字なりに結んで見ていた、あから顔でせいたかの胸の大きい全門が、かなてこのような親指でいきなり勝った方の花っ柱をぐいとつかんで、えらいぞとひんのばしたとおぼしめせ、はははは、大きなハックさめをするとたばこを落とした。 おでここっつりで子供は泣き出す負けた方は笑い出すよだれとなんかと一緒でござろう花をつまんだ全盲苦々しき眼色で指を持て余した塩梅なこれを塩に立ち去ろうとして振り返ると荒物屋と吉津一枚林家が間に合わせの郵便局でそこの角口からすらりと出たのが例のその人 汽車がついたと見えて馬車車ガラガラと五六台それを見に出たものらしい郵便局の軒下から往来を透かすようにした目がばったり客人と出会ったでありましょう心ありそうにそうするとすぐに身を引いたのが隔ての吉津の影になって顔を背けもしないでそこで向き直ってこっちを見ました軒下の身を引く時 目で引きつけられたような心地がしたからこっちもまたよしず越しにその時は双発のイチョ返しでサンゴの五分玉の一本刺し髪のせいかいつもより眉が長く見えたといいます浴衣ながら帯には金鎖をかけていたそうでありますが揺れてその音のするほどこっちをすかすのに胸を動かした顔がさ よ横にちらちらと霞みを引いたかと思うこれにめくるめくばかりになって思わずちょっとえしゃくをする向こうも節目にうつむいたと思うとりんりんとあなた高く響いたのは電話の知らせじゃこれを待っていたでございますなすぐに電話口へ入って姿は隠れましたが浅間ゆえよく聞こえる はあ、私あなたあんまりですわあんまりですわどうして来てくださらないの恨んでいますよあのあなた夜も寝られませんはあ夜中に汽車のつくわけはありませんけれどもそれでも今にもね来てくださりはしないかと思って私の方はねもうねちょいとどんなに離れておりましてもあなたの声はね電話でなくても聞こえますあなたには通じますまい どうせそうですよそれだってこんなにお待ち申してる私のためですもの気を兼ねてばかりいらっしゃらなくてもよろしいわちっとは不義理いえ父さんやお母さんに不義理ということもありませんけれどね私は命かけてきっとですよ今夜にも寝ないでお待ち申しますよああちゃんとそんなことを言いなさいどうせ寝られないんだからようございます恨みますよ夢にでもお目にかかりましょうねいいえ 待たれない待たれないおみちかおみつか女の名前みーちゃんさようなら夢で会いますよキリキリと電話を切ったて「へえ」と思わず聞き取れるその日は帰ってからえらい元気で私はそれ「涼しさや」と言った句の通り 縁からら足をぶら下げる客人はそこの井戸端に炊きます末風呂に入って湯を使いながらむき出しの裸話そっちとこっちで高声でなもっとも隣近所はござらぬかけかまいなしで電話の声色混じりか何かで「やあ和尚さん梅の青葉から湯気の中へ糸を引くのが月影に光って見える雲が降りた」と大起源じゃ。 万歳万歳今夜お忍びかもちろんと答えて頭の辺りをザブザブと仰いで天に恥じざる顔つきでありましたが日頃の行いから察していかに重い死にをすればとていやしくも主ある夫人にそういう不良権を出すべき陣でないと思いました果たせるかな冷ややっこにしそのみ 白売りの甲のもので私と鳥膳の飯をあがると帯を締め直してもう一度そこいらをいやこれはとぎょっとしたが柿の外へ出られた姿は海の方へは行かないでそれその石段を一面の日当たりながら蝶の葉の動くほど山の草に薄雲が軽くなびいて軒から透かすと峰の方は暗かったあまり かかさが過ぎたから。不老も知れぬ日向へ蛇が出ている時は雨を持つという気がけに二度まで見た」で雲がかぶって空気が湿ったせいか笛太鼓の林の音が山一つ越えた彼方と思うあたりにカエルが巣抱くように遠いが手に取るばかり。 しかも沈んでうつつの音楽のように聞こえてきたもやで老漢のできた蓄音機のごとくかつはるかに響くそれまでも何かそれらしい音はしたが極めて散漫で何の声ともまとまらないムラの瞳柱図書網勝手道具などがひながに退屈して伸びを打ちあくびをする気配かと思った だ昼前なのに。時々牛の鳴くのが入り交じって時に笑い共ずるような人の声も動かない静かな風に伝わるのであったふと耳をすましたがすぐに出家の言葉になって「だいぶ町の方がにぎわいますな祭礼でもありますか?」これは、 停車場近くにいらっしゃると承りましたについご近所でございます停車場の新築開きいかにもひとばかり以前から取り沙汰した今日は当日規模を大きく立て直した落成式ステーションに舞台がかかる東京から役者が来る村の者の,の茶番がある餅をまく夕べも夜通し騒いでいて 今朝、気がけの人通りも避けて通るばかりであったに、はたと忘れていたらしい。まったくお話に聞き取れましたか。こちらは里離れて感性なせいか、ちっとも気がつかないでおりました。実はあまり想像しいのでそこを逃げてまいたのです。しかし降りそうになってきました。出家の被体は仰向けに日差しをくぐって。 ねんばりじあめにはなりますまいなあにまた雨雲ござる芝居をご見物のおぼしめしがなくばまあごゆっくりなすってあの音もさおもしろおかしくこっちも見物に参る気でもござるとじっと落ち着いてはいられないほど浮いたものでありますがさてこうかけかまいなしに遠ざかっておりますと世を一つ隔てたように寂しい陰気な 妙な心地がいたすではありませんか全くですね昔井戸を掘ると地の下に犬鶏の鳴く音、ね、人の声牛舎のきしる音などが聞こえたという話がありますそれに似ておりますな峠から見る霧の下だの闇の波打ち際ぼーっと明かりが映るところだの かように山の原を向こうへ越した地の裏などで聞きますのはおかしく人間技でないようだ。夜中に聞いて狸囃林というのも至極でございます。いやそれにつきましてお話の客人でありますがと茶を一口急いで飲み差し置いてさて今申した通り夜分に このの石段を登って行かれたのでありまして。しかしこれは情に激して弾んだ仕事ではなかったのでございます。こうやってこの暗日に慣れました身には石段はつい通い廊下を縦に通るほどな心地でありますからで客人は胴へ行かれて柱板敷きへひらひらと大きくさす月の影海の果てには入り火の雲が焼け残って シンクにたそがれすぎの混沌とした山も水もただ一面の大池の中にそののきばもる夕日の影と消え残る夕焼けの雲の切れとぐれん白れんの咲き乱れたような眺めをなさったそうなこれで実りの船に同じお堂の縁を離れさえなさらなかったら海に溺れるようなことも起こらなんだでございましょう。 ここに期待なことは「銅の裏山の方でしきりにその笛太鼓林が聞こえたと申すこと」「ただいまそれ聞こえますがあれあれとはまるで方角は違います」と出家は衣でいと立ってひさしから指を出して御堂の山を左の肩へぐいと刺した。 立ち方の出し抜けなのと急なのと目先を塞いだ墨染めに一転する墨を流すかと袖は障子を包んだのである胴の前を左に切れると空へ抜いたトンネルのように両端から突き出ました岩の間木立をくぐって裏山へかかるであります両方谷 海の方は山が切れて、真ん中の道を汽車が通る。一方は一谷落ちて、それからそれへ、山また山、次第に峰が重なって、だんだん雲霧が深くなります。ところどころ、山の尾が木の根のように集まって、広々とした青田を抱えたところもあり、炭焼き小屋を包んだところもございます。 そこでこの山伝いの道は崖の上を高い包みを行く形時々島や白穂の見晴らしへ出ますばかりあとは生い茂って真っ暗で今時はさまでにもありませぬが草が茂りますと分けずには通られません谷にはうぐいす峰には目白四十らのさえずっているところもあり根性の岩の根に春はすみれ 秋は林道の咲くところ。山清水がしとしとと湧く小道が野源の底のようで両側の篠笹をまたいで通るなど物の湖畔道踏み分けて参りますとそこまでが一峰でそれから崖になって群が違い海の趣も変わるのでありますがその崖の上に例えて猛さはこの御堂と背中合わせに山の尾へ寄っかかって かれこれ大仏ぐらいな石地蔵がむずとあぐらしてござります。それがさ石地蔵と申し伝えるばかりよほどの荒刻みでまず坊主なりの自年石と言うてもよろしい。妙にお顔の尖ったところが拝むとすぐをござってな。銅は形だけ残っておりますけれどももったいないほど大敗たして。 そっと参っても床なをずぶずぶと踏み抜きますわ。屋根も柱も蜘蛛の巣のように牢石としてこれはまた境内へ足の入れ場もなく崖へかけて倒れてなでも建物があった後じゃ見晴らしの広場になっておりますからこれから山越しをなさる方がうっかりそこへござって出し抜けの山仏に肝を潰すと申します。そこを山続きの泊まりにして。 向ここううへ降りりる道ははままたののの石段のようなものではありませんわずかの間もつづら折りの坂道険しい上に生実か石を入れた跡のあるだけにつまだってとびとびに灰りなければなりませんがこの坂の両方に五百体千体と申す数ではないそれはそれは数えきれぬくらいいずれも一尺一尺五寸御嶽三尺というのはない。 小さな石仏がすくすく並んで最も長い年月道端へ転げたのも倒れたのもあったでありましょうがさすがにまたぐものはないと見えますもたれなりにも串の葉のようにそろってありますこれについて何か言われのございましたことかいちいち女の名と井年氏馬戸氏幾年幾年年齢とが掘りつけてございましてな いいつののの世にか諸国の女たたちがこぞって心眼を込めたものでございましょう。「ところで雨露に黒髪は霜もと消え袖っそも苔と変わって影ばかり残ったがお顔の細く尖ったところ以前は女体であったろうなどといういや女体の地蔵というはありませんがさてそう聞くとなお気味が悪いではございませんか」。 ええつかぬことを申したようでありますが客人の話についてちと考えましたことがござる客人はそれその山道を行かれたのでこの観音の御堂を離れてなるほどその何とも知れない石像のところへと胸を伏せて顔を見るいやいやそこまでではありません ただその山道へ、道の左の岩間を抜けて出たものでございます。というのが、手に取るように林の音が聞こえたからで、じきその谷合の村あたりで騒いでいるように、トントンと山原へ響いたと申すのでありますから、ちょっと裏山へ回りさえすれば、足元に見下ろされますような感情であったので、客人は高いところから見物をなさる気でござった。 入り口はままだ月の頼りがございます。木の下を草を分けてまいりますとところどころ窓のように山が切れてそこから松葉かき枝広い自然薯りが谷へさして通行する下の村へ続いた道のあるところがあっちこっちにいくらもございますそれへ出るとどこでも広々と見えますので最初左の浜日差し今度は右の茅やの屋根と 二、三箇所その切れ目へ出て覗いたがどこにも祭りらしいところはない海は明るく谷はけぶってけれどもその林の根は草一村木立一畝でさえすればじき見えそうに聞こえますので二足が三足五足が十足になってだんだん深く入るほど。 ここまで来たのに、見ないで帰るも残り惜しい気もする上に、なんだか元へ帰るより、前へ出る方が道も明るいかと思われて、ちと急ぎ足になると、道もだいぶ上りになって、ぐいっと伸び上がるように、思い切って真っ暗な中を、草をむしって身を引いて高いところへ。ぼんやり薄明るく地ならしがしてあって、心持ち、墓地の縄張りの中ででもあるような、平らな丘の上へ出ると、 「月は曇ってしまったかそれとも海へ落ちたかという一方は今来た道で向こうは崖谷かそれとも浜辺かははっきりせぬがそこ一面にもやがかかってそのもやにぼーっと遠方の火事のような色が写っていてかがりでも焚いているかと底積んで赤く見えるその辺りに太鼓が聞こえる笛も吹くわあという人の声がする」。 「いかにもにぎやかそうだがさてどことも分からぬ」「客人はその朦朧とした頂に立って堺は接しても身の近身、人情も風俗も皆違う根物語の里の祭りをここで見るかと思われた」と申します「その上宵宮にしては地とにぎやかすぎる大方本祭りのよ。 それで人の出盛りが通り過ぎたよほど夜更けらしい景色に眺めてしばらく呆然としてござったそうな。となんとなく心寂しい道もよほど歩いたような気がするのでうっとりくたびれてもう帰ろうかと思う時そのカキを包んだモヤがこう風にでも動くかと覚えて谷底から上裾上がりに次第に色がこうなって 向こうの山かけて映る具合がじき目の前でもしている景色もっとももやに包まれながらそこで何か見極めたい気もしてその平地をまっすぐに行くとまずそれ山の腹がのぞかれましたわこれはしたり祭りは谷間の里からかけてここがその泊まりらしい。 見たところで薄くなってだんだんに下へ日陰が濃くなって次第ににぎやかになっていますやはり同じような平らな土で客人のござる丘と向こうの丘との中に実の形になった場所つま先も滑らず静かにやすやすと降りられたところが実の形の一方はそれ祭りに続く谷の道でございましょう その谷の方に寄った畳なら八畳ばかり油が広くにじんだ手に草がすっぺりと剥げました。と言いかけて出家は瀬戸物の火鉢を縁の方へ少しずらしてうつむいて手で畳を仕切った「これだけな赤字の出た上へ何かこうぼんやりうずくまったものがある」と 足を崩してとかくして膝に手を置いた思わずの方を見た三作師は雲のやや軒場に近く迫るのを知った手を上げて招いたと言いますゆったりと行くともなしに前へ出てそれでも間に三軒隔たって立ち止まってみると そのうずくまったものは顔も上げないでうつむいたままももひき用のものをはいている草色の太いあぐらかいたひざのわきに差し置いた拍子木を取ってカチカチと鳴らしたそうでその音が何者か歯をかみ合わせるように響いたといいますそうすると歯歯、はあはあ、薄汚れた 重めんめいたあ穴だらけのくが開いたてくがさよう向こう山の腹へ引いてあったがやはりもやに見えていたのでその者の,の手になが引いてあったと見えますうずくまったまま立ちもせんのでくぼんだ浅い横穴じゃ大きかったといいますよ 正面に幅一ばかりもっともこの辺りにはちょいちょいそういうのを見かけます瀬戸に近い百姓屋などは漬物桶を置いたり青物を生けて重宝があるで幕を開けたからにはそれが舞台でなるほどそう思えば舞台の前に木の葉がバラバラと散らばった中へ混じって投げ銭が飛んでいたらしく見えたそうでございます。 幕が開いた、とまあ言うていでありますがただ浅い平ったいくぼみだけで何の飾りつけも道具立てもあるのではござらぬ何か体もぞくぞくしてあまり見ていたくもなかったそうだが自分を見かけて始めたものを他に誰一人いるではなし今さら帰るわけにもなりませんような羽目になったとか言って海中の紙入れに手をかけながらぼんやり見ていたと申します。 また陰気な湿っぽい音でコツコツと拍子木をぶっちがえるやはりそのものの手からずっと糸がつながっていたものらしい舞台の左右山の腹へ斜めにかかった一幅の白いもやが同じく膜でございましたムラムラと両方から舞台際へ引き寄せられると煙が渦巻くように畳まれたといいます ブサ細工ながら窓のように箱のように黒い横穴が小さく1つずつ3050と一皮並べに仕切ってあってその中にずらりと女が並んでいました座ったのもあり立ったのもあり片膝立てた自堕落な姿もある火の長襦袢ばかりのもある ほうのあたりに血の垂れているのもある、縛られているのもある、一目見たがそれだけで、遠くの方は小さくなってかすかになって、ただ顔ばかり谷間に白百合の咲いたよう。ぞっとして、逃げもならないところへ、またこんこんと拍子木がなる。するとあなた、 谷の方へ続いたその何番目かの仕切りの中からふらりと外へ出て一人小さな女の姿が音もなく歩いてきてやがてその舞台へ上がったでございますがそこへ来ると波の大きさのしかもすらりとした背丈になってしょんぼりした肩のところへこう音がいをつけてじっと客人の方を見向いたその美しさまさしく 玉脇の御心臓で。寝巻きにぐるぐるとしごきを巻いて霜のような裸足。しそのまま向こう向きに舞台の上へくず折れたようにと膝を曲げるカンと木を入れます釘付けのようになって立ちすくんだ客人の後ろから背中を吸ってずっと出たものがある。 黒い影で見物がほかにもいたかと思うとそうではないその影がよろよろと舞台へ出てご心臓と背中合わせにぴったり座ったところでこちらを向いたでございましょう顔を見ると自分ですえそれが客人ご自分なのでありましたで私へお話に 本当ならそこで死ななければならんのでしたと言って探索して真っ青になりましたっけどうするか見ていたかったそうですもちろん肉は踊り血は湧いてなしばらくするとその自分がやや体をねじむけてほれぼれとご心臓の後ろ姿を見入ったそうで指の先で薄色の寝巻きの上へ こう山形に引いて下へ一つ三角を描いたでございますな三角を見ている胸はひやひやとして冷や汗がびっしょりになるご心臓はただうなだれているばかり今度は四角四角を描きましたその男すなわち客人ご自分が ご神蔵の膝にかけた指の先がわなわなと震えましたとな三度目に丸丸いものを描いて線の端がまとまるときさっと血を払って空へえぐるような風が吹くと谷底の火の影がすっきりさえて鮮やかに薄勾配浜か海の色かと見る耳元へチャラチャラとなったのは投げ銭と木の葉のすれ合う音で くくるくると回った。気が付くと四五人山のように後ろから追っかぶさっていつの間にかほかに見物ができたでその時ご心臓の顔の色はこぼれかかった艶やかな遅れ毛をすいてひとしお美しくなったと思うとあのその口元でにっこりとして後ろざまにたよたよと男の足に背中を持たせて 膝を枕にすると黒髪がずるずると仰向いて真っ白な胸が現れたその重みで男も倒れた舞台がぐんぐんずり下がってはっと思うと元の土峰から谷底へかけてどっと声がするそこから夢中で駆け戻って蚊帳に寝た私につがりついて水をくださいと言うて起こされたが 体中傷だらけで夜露にずぶ濡れでありますそれから暁かけて一切の残下話あくる日は一日寝てござった昼過ぎに女中が二人ついてこの御堂へ参詣なさったご神臓の姿を見て私は慌てて客人に知らさぬよう熱いのにあなた この障子を締め切ったでございますよ。以来、あの柱に歌種たたの歌がありますので。客人はあと二、三日、石の空びつにこもったように、我と我を手足も縛るばかり、慎んで引きこもってござったし、私もまた油断なく見張っていたでございますがあなたいささか目を離しましたわずかの暇に、 どこか姿が見えなくなって、きこりがきてひともしごろ、わし今気がけにあすこさ、蛇の櫓で見かけたよと知らせました。客人はまた、その晩のような芝居が見たくなったのでございましょう。死骸は海で見つかりました。蛇の櫓というのは、 この裏山の二つ目の裾に水のたまった昔からある横穴でわっと言うとおおとそこ知れず奥の方へ十里も広がって響きます水は海まで続いていると申し伝えるでありますがいかがなものでございますかな雨が二階屋の方からかかってきた 音ばかりして草もぬらさず裾があって道を通うようである。たおやめの霊が誘われたろう。雲の黒髪桃色絹菜種の上を蝶を連れて庭に来てかげろうと並んで立ってしめやかに窓をのぞいた。